楽天5割復帰。オリックス楽天13回戦楽天がオリックスに3対2で勝利。楽天勝ったで。コブのスーパープレーで終わった。コブ方は投稿手に頑張ったわ。打たれて取ってばっかだな。則本の抑えは怖すぎんな。いやいやだな。早川最後1イニング見てる方が疲れたんじゃない。オリックス負けました。終わった。惜しかったな。今日は曽谷さんやな。あのホームランは擁護できないかな。楽天先発早川8回2失点。早川ようやった。早川単独6連勝か。早川7勝目2桁勝利が見えてきた。楽天則本セーブ。結局則本が劇場になるのくさ。則本もクローザーらしからぬ被打率なんだ。なお則本21セーブで単独トップ。オリックス先発曽谷 4.2 回3失点5回も経つに DO 曽谷。曽谷もリリーフに回すつもりじゃなかろうか。曽谷も楽天に打てすぎて慣れたのだろう。楽天打線、楽天打撃成績、フランコ先制タイムリー。フランコやるな。フランコ好調維持してんな。阿部ツーランホームラン。阿部打ち直しすごい。セカンド阿部出れんやろ。オリックス打撃成績、中川ゴロ打点。中川ナイス最低限。中川ゴロだけどいい仕事。西川タイムリー。西川覚醒しとるやんけ。やっぱ西川4番の方が打つな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。